いい相撲これが取れますよ、はい、といろいろと考えれば朝乃山、宝富士は朝乃山が勝っています。さあ阿炎の綺麗な四股をご覧いただきました。押し相撲同士ですが質の違う押し相撲、碧山阿炎の対戦となりました。初日の取り組みです。思い突っ張りの碧山、このところ、調子を上げてきていまして、また再び幕内の上位で相撲を取っています。7枚目で今場所を迎えています。191センチの192キロ、ブルガリアの出身ということですが、本当にこういろんな国の人が、ねね、最近の、ね、相撲はもうワールドですね、バルバルですね、はい、でもサッカーはもっと普及してるからもっとワールドワイド、ね、そうですね。でもやっぱ日本人のいいところはね、やっぱその緻密さだったり俊敏性っていうのがいいんで、もちろん海外のパワーとかそういうのありますから、そこの対決は面白いですけどね。よくかあの監督といろんな監督と話すけど、やっぱ日本人が海外に行った時に自信がなさすぎるから、もっと自信を持ってプレーした方がいい。日本人もいいところがいっぱいあるんで、海外行くと日本人ってちょっと引きたくなっちゃうじゃないですか。そういったことを言うんで、やっぱね、もっと日本人の自信を持って良さをね出してほしいんで、そういう気持ちの問題で、もうそうですね、気持ちの面で日本人はちょっとこうちょっと静かになっちゃうので、自分たちはもう反対にガンガン行こうだったんですよね。さあ阿炎の場所前のインタビューをご覧いただきましょう。いや、まあ嬉しかった部分もあり、やっぱりその連敗はしてますし、まあやっぱそういうとこ直していかなきゃいけないと思いますし、なのもっと自分を保てるようになんか勝ち急いだりとかしちゃうんで、それで負け越しがついてた気もしたし、あと今回は楽しんで相撲を取ることを最後ですけど後半意識してたんで、まあ、その点が良かったのかなと、はい。アベマ TV をご覧の皆さん、大阪場所もきっといい場所となると思うので、力士全員を応援よろしくお願いします。あ、群馬が入った。さあ突っ張る阿炎です。碧山しかありません。しかし突っ張る阿炎はかわした、叩き込みました。碧山です。今どんな鍵だったんですか。まあ阿炎は高射砲のようにバン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 突っ張って持っていきたかったんですけど、はい、やっぱりこう大砲のように重たい、ね、体も突っ張りも重たいですから、そこを勝ち急いだっていう淡白な、ね、もう少し慎重に、まあね、1呼吸2呼吸置きながら突っ張ればよかったんですけど、本当に良かったですね。まあ、どちらかというと阿炎はこうガン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 行く方のタイプですからね。そうですね。ここでガンガン突っ張りたいんだけど、はい、ここでほらポンポン力があるんですね。パワーがあるんで。で行こうってパーンって叩かれて、最後ポンと折れましたね。一瞬で。さすがに青山重たいですね。こうやって話してますけど、真ん中でうちの弟がちょろちょろ。あ、そうですか。はい。行事で弟が弟です。木村久之助さん。そうです。でも木村久之助さんは今大変な軍配を行事さんが持ってるんですけど、この軍配が大変なものだと、ね、話がずいぶんニュースで出てましたけど。ありがとうございます。だから行事さんもこう装束を見たり軍配を見ると、また一つのね、伝統とか文化とかそういう。所作がありますから、まあ、色もそうですしデザインもそうですし結構違うんですよね。全然違います。そうですよね。そのあたりもぜひご注目ください。さあ今日の推し取り組み貴景勝妙義龍戦5時20分頃です。